特に後ろ移動してる時の昇竜が、ゼロに等しいぐらい出ません。で、昇竜拳のじゃあ、まずちょっとどう入力してるかを一回ちょっと見てみます。ちょっといきますね、今から飛びますね。はい、3000。まあなんかね、まず昇竜拳の入力の方法が、はい、簡単にとまず間違ってて、はい、谷先生どうも、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は今日お願いします。お願いします。いやー、あ、はいはい、手術の方お願いします。手術の方ね、今日人間やめる気できました。あ、そんなにですか。あ、いいっすね、そのかなりやる気で。なんかどうコメントで、はい、あ、なんすかコメントで、今日が人間でいられる最後の日ってぶつそうだな。改造されに来ました。いやー、でもそれぐらいの確かに意気込みで来ていただけるなら、なんかいろいろと、はい、もう人間やめる決意は。あ、マジっすか。あ、それはちょっと嬉しいな。じゃあどうしようかな、ちょっとじゃあ、まず、でもなんかそのやっぱりここどうすれば、うん、なんか疑問ってあります、シンプルに。そのこういう時どうすればいいのか、まず何が悪いのかちょっと自分でも分かんないっていうパターンと、はい、それやったら普通にプレイ見てってやる。もう明らかにこう、はい、ここ問題だなって点があって、はいはい、上見れてる時の勝利は出るんですけど、はいはいはい、例えば相手に攻められてて、防御しながらガードしながらの状態で急にパッて飛ばれる時、うんうんうん、まあその俗に後ろ移動してる時の勝利が、ゼロに等しいぐらい出ません。あれむずいっすね。なんかあれはもうその物理的にむずいんですよね、はいはい、後ろからコマンドが1個多く必要なんで、前に歩いてたら、うん、もう前時点でコマンド入力できてるから、あと下斜めさえ出るんですけど、はいはい、後ろからは、うん、あれはね、ちなみにそれはもう本当のむずいやつです、はい、本当にむずいやつ、本当にむずいやつですね。いや、それね、もうそれできたらもう、はい、最高です。マジで出ないです。いや、本当にむずいやつです、本当に。でもその後ろいながらでっていうのを認識できてるだけでもかなりいい感じです、ね、はい、その結構多くの人がつまずくのが、はいはい、やっぱ対空勝利ってつまずくんですけど、うん、なんで自分は出てないかっていうのが分からないことが多いですよ、はいはいはい、これもでは出るじゃないですか。それも出ますね。でも実戦やとレバーがいろんな方向に入ってるから、そのレバーっていうか十字キーがいろんな方向に入ってるから、はい、昇竜拳の入力方法がその都度変わるんですよね、うんうんうん、そこを練習しなきゃいけないみたいな感じなんですよね。トレモってあんまり後ろいながらって練習ってしないじゃないですか。一応はもう出ないなって分かって、うん、後ろ入れながらトレモで最近ガシャガシャやってるんですけど、いいっすね。それでも怪しい。いや、むずいっすね。特にその相手のなんか飛び込みの、なんだろうな、相手キャラがよく知ってるキャラとかやったら出たりするんですけど、なんか相手がどう動くか予想できないキャラとかだったらなんか出なかったりとか、はいはい、いやね、それができたらマジね。でもね、そこができたら本当にストリートファイターは一生遊びます。おお、はあ、このゲームってストリートファイターって、はいはい、マジで対空昇竜を出すゲームといっても過言ではないんですよ。はいはいはい、まあちょっと自分の配信でも言ってたんですけど、その、うん、このゲームって前ジャンプが強すぎるんですよ。はい、ユーリフレームで密着、そうユーリフレームで密着で、その何よりもやばいのがその全ての地上技に対して無敵なんですよ。はいはいはい、だからストリートファイターの読み合いってその地上で牽制技を出し合ったりとか、うんうんうん、弾を打ったりとかっていうのが醍醐味なんですけど、はいはい、結局ジャンプがそれを全て無効にそうですよね、するんで、はい、それを返せないともうなんか始まらないというか、その大ブームが始まらないんで、うん、はいはい、まだここは確かにできるとやっぱめちゃくちゃ面白い、はいはい、まあ、それができるのがモダンなんで、モダン簡単なんですけど、うん、まあ、自力でやるとするとすげえ難しい、うん、はいはいはい、まあ、一応妥協案としては下がってる時はしゃがみ強パンチを出すっていう風に解決してる人は多いです、ちなみに。はい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 、うん、ただこのゲームね、通常サイズが弱いんですよね。これか。でもね、これはなんか、はい、強ピーとなんか相打ちになることそうなんです。あんま強くないんですよ。だからあんまおすすめしないですね。
まあ、はい、悪くはないですけど、うん、早出ししないといけなくて、はいはいはい、だから後ろ下がってる時に、うん、上を意識 してたらシャミダイパンチで結構まあ落ちるっていうのはまあ一つ一応解決策、はいはい、まあ剣のこれジャムだけ強すぎるんで相打ちになってますけど、でも相打ちか、でも剣おかしいだけか、剣のジャンプ、剣とルークのジャンプ大パンチはちょっとかなり強いんで、まあ通常対空で基本的に落とすのが難しい、やっぱ、うん、これがベストですか、その近い距離だと昇竜拳ですか、いやもう、はい、そうです、昇竜拳出せればよくて、で昇竜拳のじゃあまずちょっとどう入力してるかを一回ちょっと見てみます。ちょっといきますね。今から飛びますね。でちょっと後ろ入れ、はい、いきますね。はい。3000。ちょっと待って。ちょっと待って。いやいやいや、難しいんで。はい、ああ、なるほど。これは。本当にです、はい、まあなんかね、まず、昇竜拳の入力の方法が、はい、はい、はい。簡単に言うと、まず間違ってて、はい、はい。今、立って食らってるじゃないですか。はい。昇竜拳って、その回入力でそうしゃがみのまま出せるんですよ。しゃがみの状態？そうやって知ってます。昇竜拳ってこうやって出せるんですよ。下斜め下斜めとかで出せるんですよ。こっから323とかですか。323で出せるんですよ。はいはいはい。でこれがめちゃくちゃ大事で、あの立っちゃうと相手のジャンプ攻撃が立ち状態に当たっちゃうんですよ。だから要するに早く反応しないと昇竜拳で勝てなくなっちゃうんですよ、立っちゃうと。ああなるほど、はい、あそういうことか。そうです、だからしゃがんでる方、そうです、安定が遅くなる。そうそう、そういうことでございます。へえ、だからしゃがみで昇竜拳のコマンドを作るっていうのが、その要するに反応が遅くてもよくなるんですよ。あ、そういうことなのか、はい、これがもうそう、それです、それです。あもう、あしゃがんでると、そういうことでございます。しかもこれ剣のジャンプ大パンチやからちょっと余計難しい、難しいんですけど、他のキャラもっと遅いんでかなり引きつけて出せるんですよ。そう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 、これがめっちゃ大事です。あ、しゃがまないといけないんだ。これ基本的には昇竜拳を出すときは立たないです。やべ、出ない。そうそうそうです、そうです、そうです。なるほど、うわこれ初めてし、あはそう、これね、ちょっとワザップ的な感じで昇竜拳って入力方法がいっぱいあるんですよ。はいはい、まあそれがそのそうなんだ、このしゃがん、まあ、323もそうやし、あの振り向き勝利のコマンドとかも分かります。その HP 側で6をした後になんかぐるって回すやつですよね。そうそうそうとか、そういうのも、そうそう、そういうのとかもあって、なんか要するにどの状況やったらどの入力が一番いいかっていうのを把握しておくのが大事で、例えば前にある時に、はい、前ジャンプして、前ジャンプしてもらっていいですか。この時はもうこれなんですよ。前でもう前で入力入ってるから、もう前の時点であとは下斜め下でいいんで、こっからガチャガチャする必要ないんですよ。323出る必要なくて、前23でいいんですよ。あ、自分が今どのそうですあれしてるかで判断する。そうです、要するに最短ルートはどれかっていうのを把握するのがすごい大事なんですよ。なるほど。で後ろに入れてるときはやっぱり前に入れるのがすごい非効率だから、しゃがみ飛んだ瞬間に、反応した瞬間にしゃがみを作るっていうのを癖づけるのがめちゃくちゃしゃがみ作っても大事ですね。からがでもなんか意識というか、うん、あれは分かりました。そうですね、まずしゃがんで、はい、あ飛んだってなったらしゃがんで、そうですね、323みたいな、そうです、意味ですかね。そうです、そうです。でこれのいいところが、めくりも落とせるんですよね。しゃがんで例えばここから飛ぶとしますね、はい、でこれで323で、しゃがみでなんかこう、これちょっとね、ちょっと難しいんですけど、ちょっと飛んでもらっていいですか、はい、そこからこんな感じですか。こんな感じで、あの下にこうやって入れて、はい、で相手がここに来たと思った時にボタンを押すと、これだけでもよくって、ちょっとこう飛んでもらっていいですか。ここ OK、 OK です。これで出るんですよ。待って、黄色くが、黄色くとあれだったんですよ、加速コントローラーってやつ、
画面表示設定の一番下で、あと仮想コントローラー、はい、仮想コントローラーオンで入力履歴表示を、1P、2P どっちもですか？ 1P、2P どっちもで、まあ、これちょっとパッドでちょっとやりづらいかもしれないんですけど、はいはい、まあでもこれをやることで、取った瞬間にこうやって下にこうやって入れて、これで、正面でも返せるし、裏でも返せるんですよ。うわ、むず。まあむずいんですけど、でも、これができると、まあ、めちゃくちゃ強いです。あ、でもそんな感じです。今ちょっと見せてますけど、ね、でもそんな感じです。そんな感じです。そんな感じです。わ、やっぱ指ついそう。これね、確かにパッドやとちょっとむずいかもしれないですね。これはちょっとレバーのちょっと特権かもしれない。こうか。そう、引きつける。あ、うん。で、できる上は引きつければ引きつけるほど、はいはい、落ちやすいって感じですね。うわ、むず。あ、指が。そうですね、指が。うわ。なるほどね、パッドやとこれがむずいんだな。よかった。なんかスティックも色があんねんな、たまには。ちょっと実戦で出る気しないです。ああ、まあまあ、でこれはあの慣れで、そのトレモに対空練習モードってあるじゃないですか。あ、それ知ってますか？なんか設定できるやつですよね。設定できるものあるし、勝手に設定してくれるモードがあるんですよ。どこだ？ここにはないのかな。これ今ちょっと来ない。ないかもしれないですけど、あの、はい、レコーディングを自分でしなくても勝手にやってくれるモードがあるんですよ。それさえやれば、そうです。そう、対空練習モードっていうのをオンにすると、ダミーが勝手にジャンプしてくる、いろんな間合いからジャンプしてくれるってモードがあって、はい、それは結構簡単に対空の練習になりますね。あと俺が対空練習で結構おすすめなのは、はい、CPU のレベル7とか相手にホンダとかいいかなに、はい、相手にして対戦すると結構練習になりますね。CP7 のレベル7の飛んでくるんですよ、はい、あのジャンプとインパクトを結構いい感じに織り交ぜてくるんですよ、はい、あとはその百貫落としとか続きとか、そういう昇竜拳で返せる技もやってくるから。ホンダね、全然落とせないです。まあホンダじゃなくてもいいですけど、まあでも結構昇竜筋を鍛える練習に結構なりますね、はい、なんか段階としては、あ、すいません、どうぞ。 SS3 が巻きちゃう。 SS3 は前にレバーが入ってると出ちゃうんですよ。あー、じゃあこれ323で打ちないってことですか？そうです、あの前に2回入っちゃうと SS3 が出ちゃうんですよ。なるほど。だこれめっちゃあるあるで、昇竜拳が SS になっちゃうのは、まあ下でちゃんと最後下にするっていうのを意識して、はい、やると暴圧が防げる。あ、このこれ見やすいですね。そうですか。仮想コントローラー、この仮想コントローラーめちゃくちゃいいシステムですね。相手のも見れるし。でその段階としてはまず、はい、トレモでダミーした相手に、あ、まずは、まあ、一発目の段階はまず普通に勝利感が出るって、まあ、この状態が一番最初のスタートで、はい、で次がトレモでダミーしたあの、はい、コンピューターに対して対空処理が出せるっていうのは次の段階、うんうん、でそれができたら次は実戦の CPU 戦、はいはい、さっき話したその CPU レベルの、うん、まあ、ホンダとか、まあ誰でもいいんですけど、結構飛んできたり、インパクトが結構いろんなキャラやってくるんで、まあ、ホンダとかとやってできるようになる。で最後が対戦で出せるようになるっていう、なんかその段階が結構大事で、はい、まずなんかここで勝利が出せなかったら絶対対戦で出せないじゃないですか。まあ間違いないです、まあ、みたいなのを結構その意識して練習すると、昇竜拳は割と身についていきます。まあ、で俺6入れてたっすね。そう、6はね、まあ、6入れるときもあるんですけど、6は俺はほとんど入れないですね。この後ろ移動してるときに 6、はい、6でやろうとしたんで、あー、もう遠すぎますよね。後ろから前がもうそれめっちゃ遠いんで、なんかもう、うわ、もう間に合わないってなって、あー、そうですよね。まあガードするかで、ガードした次の瞬間また飛ばれて、そうなんですよね。あー、やガードするか、だそのが一生続く、はい、そうなんですよ。これあの自分が飛ぶ時もすごい大事なことで、相手の技が届く距離になってから飛ぶっていうのはめっちゃ強いんですよ、格ゲーって。なぜならそのガード入れないといけないから、はいはい、対空がめっちゃ難しくなるんですよ。
まあ、この距離で飛ばれるのめちゃくちゃ難しいですね。そうなんですよ。だから自分が飛ぶ時も、そう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 なんですよ、はい、された後にいきなりこうパッて飛ばれると、うん、そうそうなんです、そうなんですよ。相手の攻撃を甘んじて受け入れることしかできないです、うんうん、そうなんですよね。だから自分が飛ぶ時も結構それを意識すると飛びの成功率がめっちゃ上がります。こっから飛ぶんじゃなくて、はい、こっから飛ぶみたいな、まあ、この距離で飛ばれて一番うわどうしようっていつもなりますね。そうなんですよね。でそれを返せたら、まあ、かなりその今のレベル帯から差をつけることがとりあえずできるっていうのと、うん、でゼロスさん、ね、うん、自体が、まあ、その昇竜拳の話からちょっとまあ派生するんですけど、はい、